ヤクミツルの秘宝館へようこそ。ちょっと今回性質が異なりまして、私の愛車遍歴、当時のね、私が乗ってきた車のカタログをルールご紹介してまいろうという、車好きにはたまらない企画ですね。全然私は大学生3年の時ですね、初めて、車を買ってもらうことになりました。まだスネッカジキでしたね。親父に買ってもらいました。と言っても、うちはそんな裕福な家庭ではないので、本当に一番この基本グレード、基礎グレードの何のオプションもついていないという車でしたけども、最初に買って、もらったのは、当時の三菱ミラージュ。私が免許取ったのは昭和58年だったかな。当時ですね、このハッチバックスタイルの 1.5 ボックスという言い方をしてましたけどね。後ろのリアドアがこう大きく開く。だけどワゴンじゃないというね。このハッチバックスタイルが急に流行り出した頃でした。このね、先進的なフォルム。このスラントノーズと言いまして、こう、前がこう、ちょっと前傾した感じになってましたね。はい、そしてドアの処理とかが、まあ、当時はこう、クロームのこう、縁を取るようなドア周りの処理だったりしたわけですが、そういったものも一切ない。非常にこう、フラットな一面になっておりましたね。ミラージュというと、副変速機と言いましてね、その、マニュアルなんだけれども、もうちょっとサブのギアがついてたんですね。はい、それがミラージュ、売りではあったんですけれど、それすらもついていない。売りもついていない。この1200EL。一番安い。1200EL。一番上です。はいはいはい。これいくらぐらいしたんですか？新車だったんですが、多分70万しないぐらい。まあ、当時としてでも安い。やっぱ。この、その次からは変速機がつくし、はい、カラーのバリエーションもあるんですが、はい、もうこの 1200EL は白しかない。白だったってことですか？こういう車ね、黄緑がね、売りのカラーだったんですね。1600GT の黄緑。これはね、やっぱり専用のこうラインがついたりしましてね。1600GT。これになるともう、ラグジュアリーな雰囲気が。誇らしげにこのミラージュとかなんか横になんか書いてある。はいはい。これも手が出ませんでした。これはあれです。当時のカタログをそのまま持って保存されてる。そうでございます。自分が選ぶときに使った。はい、保存してる人いないですよね、おそらく。普通に自分の買った車のカタログで取っとかないですかね。カタログはみんな取ってないんじゃないですかね、さすがに。これはもう自分の本当時の。あ、すごいですね、これ。便利さが違う。野菜がシートアレンジ。シートアレンジで。まあ、これがハッチバックはこういう使い勝手がありますよというのは、それまでのセダンからね、はい、急にハッチバックなるものが触れて、ね、こんなスピーカー積んだりとか。はいはいはい。ピックアップの売りみたいですよね。へぇ。初めての車ですからね。はい、まあ、ゴリゴリに擦りましたけどね。最初やっぱり無茶しちゃいけない。でも、思い出深い車でございましたね。一番の思い出っていうのはやっぱその。まず、親父を乗せて、相模湖まで行って、そしたらラジオから、大関旭国の引退のニュースが流れてきた。初めて買ってもらった車で、親父を乗せてドライブに行って、好きだった力士の引退報道を聞いたっていうのも、こう、一つがこうセットのようになっておりますですね。はい、あ、思い出しました。はい、で、このミラージュはですね、はい、この初代のミラージュは、トミカとかにもなってないんですよね。トミカになってないんで、同じ、これ初代。初代のちょっと次だな、ここが。でも比較、まあそのフルモデルチェンジの前の、はい、これがその三菱ミラージュ。ああ、なるほど。今見ても綺麗な形ですよね。あ、いいですね。かっこいいですね。一番好きだったポイントってあるんですか？かっこいいですね、かっこ。もうかっこいい。フォルム。全体的なフォルム。まあ、一番売れたのはマツダのファミリアでしたけどね。うん、まあ似たようなのはダイハツのシャレードとか。がホンダシビックとか、はい、その中でもデザインとしては今見ても綺麗だと思いますね。中古車のこうサイト見てみたりするんですよね。はい、別に買う気はないんですけど、ないですもんね。この初代は全く流通しているのを見たこともないし、その後手放していこう見たこともないですね。今売ってたら買いたいです。
書いてます。無理です。あ、無理。私は整備ができません、ね、でも乗ってはみたいですね。その、はい、うん、ということで岩上ミスルの秘宝館、私のカーライフ初回としまして、最初に乗った三菱ミラージュの巻でございました。ありがとうございました。早々に今年になって訃報が入ってまいりましたのが、海部俊樹元総理でございましたね。出た、安倍晋三と原淳子先生エロ雑誌今後もいろんなお宝をね展開してまいりますので、まあ、なんとか一つ引き続きご覧いただきたい、登録の方よろしくお願いをいたします。やってございました。今後もいろんなお宝をね展開してまいりますので、まあ、なんとか一つ引き続きご覧いただきたい、登録の方よろしくお願いをいたします。やってございました。